強い台風10号は午前8時ごろに鹿児島県に上陸し北に進んでいて、東海地方には日曜から月曜にかけ接近する可能性があります。東海地方は大気が非常に不安定な状態が続いていて、降り始めからの雨の量は愛知県田原市で 385.5 ミリなど各地で大雨となっています。この大雨で三重県松阪市の愛宕川は午前中に一時氾濫危険水位に達しました。また現在三重県内にご覧の警報が発表されています。明日正午ごろまでに予想される雨の量は多いところで三重県で300ミリなどとなっています。一方、東海道新幹線は明日始発から三島から名古屋駅間で終日運転を取りやめるほか、あさってから月曜にかけ計画運休や長時間にわたる運転見合わせを実施する可能性があるとしています。